海をモチーフにしたヤマサの4号機第2弾ダイバーズ WX 編、懐かしの4号機時代を当時のエピソードを交えて振り返る俺たちの4号機。今回もベテランライターのアニカスさんをプレゼンテーターにお迎えしお届けしたいと思います。アニカスさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですが、今回ははい、1994年暮れに、ヤマサからリリースされた、同社としては、第2弾となる4号機ダイバーズ WX を取り上げてみたいと思います。1994年頃といえば、前年春にリリースされたニューパルサーが今まさに人気の絶頂を迎えていた頃でしょうか。はい、もう絶頂どころかね、もう猫も杓子もニューパルニューパルっていう状況でした。はい、これまでもね、他の動画でもたびたび取り上げてますが、ニューパルサー、ヤマサ伝統のね、オーソドックスなスペックに、伝統の大量リーチ名、そして加えて、まあ特にね、初期ロットバージョンと言われてるやつに、頻発した不可解ないわゆるニューパル連チャンですね。まあその辺の話題性もあって、老若男女合ってるを問わず多くのファンを魅了し、最終的には累計販売台数23万台というね、当時としてはもう史上空前規模最大の、メガヒットとなりました。そんなメガヒット作の光景ということで、さぞかし本作も大変な期待と注目を集めたことでしょうね。そうなんですよね。まあ、当時ニューパルに加えてですね、前進機となる、3号機、これも大ヒットしました、スーパープラネット、まあ、こちらもね、相当数残ってたのですね。でもうそう考えると、全国の設置台数、パチスロの、ね、設置台数のもう相当な割合、ヤマサが、仕切っていたという、まあね、ホールさんからしてもね、ヤマサのマシンを入れておけばもう万事 OK、 問題ないだろうという、まあそういうね、ムードが市場を支配しておりました。まあファンはもちろんのこと、そんなわけでね、ホールさんからの、期待も相当に大きかったようです。では前置きはこれくらいにして本題に入りましょう。トラディショナルなデザインだったニューパルサーとは対照的に、ブルーとホワイトを基調にした明るいデザインが目を引きますが、モチーフとなっているのは、はい、もう機種名からもね、伺える通りズバリ海です。海がテーマとなっております。パネルの色調ね、白い砂浜と、紺碧の青い海を、表現しているのではないでしょうか。でこちらね、リールに描かれた絵柄もね、オオウミガメやマンボウ、ヒトデといったね、海洋生物が採用されております。まあそれ以外のね、絵柄についてもご覧の通り、従来のヤマサのマシンとはね、ちょっと趣の異なる、ポップなデザインを、採用するなど、全体的にね、フレッシュなムードが漂っております。仕様はやはりヤマサの伝統にのっとったオーソドックスな A タイプでしょうか。はい、そうですね。こちらが役構成なんですけども、まあ役構成自体はもう絵柄が異なるだけで、払い出しも含めてニューパルサーと全く同じでございます。スペックについては、低設定から中間設定域にかけて圧倒的なビッグ変更型となっております。こちらもね、もうニューパルと、路線は一緒ですね。まあ一応比較してみると、設定1から4のビッグ確率がわずかですが、ダイバーズ WX の方が、アップしているということが分かりますね。まあでも、大差ではございません。はい、冒頭でもおっしゃっていた通り、前作ニューパルサーは時折発生する謎のニューパル連チャンで話題になりましたが、本作はいかがだったでしょうか。はい、まあこちらご覧の通りね、導入直後のホール実践のデータなんですけども、まあさまざまな疑惑や憶測を呼んだニューパルサーほどではないんですけども、まあ随所でね、速攻連打、数珠連打が炸裂しておりますね。ちなみに50ゲーム以内の、ボーナス発生率、設定6の理論値を、大幅に上回る 32.3% を記録しておりますね。まあなかなかのパフォーマンスなんですけども、まあ結局のところ、
まあ、当時、7枚交換のホールだったかな、これね、渋谷だったかな、どこだったかな、はい、導入直後の高設定ゆえて、ゆえのと、まあ、そんな感じでしょうね。ちなみに、内部の役判定システム、こちらね、ニューパルサ、さまざまな、ね、疑惑や憶測を生んだんですけどね、一応なんかちょっと二段階判定っていう感じでね、最初にちょっとボーナス抽選するか公約抽選するかってこういうね分かれて連チャン、抽選するっていう、まあそういうシステムだったんですけども、ニューパルサーは、こちらダイバーズ WX はごくごく一般的な一発抽選方式に変更されております。ところで古くからヤマサのマシンといえば、なんといっても緻密なテーブル式リール制御から繰り出される多彩なリーチ目が最大のセールスポイントだったわけですが、当然のことながら本作も言わずもがなですね。役構成やスペックといった基本仕様は、もうニューパルサーと、ほとんど一緒っていうか、売り2つなんですけども、ご覧の通りもう映画の映像はガラッと変わっております。ゆえにね、多くのファンにとってはニューパルサーから出目がどう変わったんだろうか、リーチ目はどうなったんだろうか、まあ、その辺がね、最大の注目点となっておりました。では多彩なリーチ目を項目ごとに紹介お願いします。はい、もはや言うまでもございませんけども、例によってボーナス絵柄の組み合わせが特定のラインに、並ぶいわゆる山差型、これがですねリーチ目の基本中の基本となっております。まあ、当然のことながらね、組み合わせや停止ラインによって、信頼度は、大きく異なるんですけども、そこで頼りになるのが、各リールの、強力絵柄やさまざまな、法則性です。ニューパルサーでは右リール下段チェリー付き7が強力かつ汎用性の高い絵柄となっていましたが、はい、本作の場合は、右リール下段カメ、こちらがね、いわゆるゲチェナと同様の役割を担っておりまして、基本的に子役の払い出しが、なければ、漏れなくリーチ目となりました。ただし、中段にご覧の通りね、ベルヒトテベル、あるいはその逆の、ヒトデベルヒトデ、ね、この組み合わせが並んだ場合は、10枚役の取りこぼしにつき、鉄板ではございません。はい、NG となりました。一方ですね、中リールについては、中段にチェリーが、停止する形での、下段7や、上段バー、そして中段カメ、上段7が、それぞれ強力で、いずれも、左右でボーナス絵柄が、挟んでいればリーチ目となりました。また、左リール、バーからのボーナス絵柄の挟み目は、ニューパルサーよりも、強力なものとなり、いずれのパターンも中リールの停止形を問わずリーチ目となりました。おなじみのチェリー付き挟み目はいかがだったでしょうか。ニューパルサーでは問答無用で全て鉄板でしたが、はい、本作の場合はですね、中段チェリー付きのパターンは全て鉄板となりましたが、角チェリー付きのものは、中リールに条件が問われるようになりました。その多くはですね、チェリーの並び方に、法則性がございまして、チェリーが V 字型や山型に停止すれば OK、また三連チェリー、チェリーの一直線ですねは、中段を除いて全てリーチ目となりました。ところでニューパルサーには左リールボーナス絵柄なし型のリーチ目がなかったのですが、本作はいかがでしょうか。はい、いい質問ですね。実はニューパルサーとの、決定的な違いが、このマニアックな左リールボーナス絵柄なし型リーチ目が満載されているという点なんですね。もうね、一見するとなんだかよくわからないパターンばっかりなんですけども、実は中右リールの停止形に注目すると比較的容易に、パターン化分類化することが可能でした。同様にですね、左リールのマンボウが実は7の代用になっているというパターン、それからですね、下段に
並んだ絵柄の、組み合わせでパターン分類化、できるものも多々ございました。中リールにボーナス絵柄が停止しないパターンについてもお願いします。中リールの、代用絵柄といたしましては、マンボウチェリーベルや、ヒトデチェリーマンボウチェリーベルチェリーの3つが比較的汎用性の高いものとなっておりました。最後に定番攻略法についてお願いします。はい、まず通常時ですが、ニューパルサーと同様に、工程2種類ある攻略確率を切り替えて、払い出し率を一定に保つ、攻略補正システムを搭載しております。しかしながらですね、いずれの状態でもこのチェリーの、ね、確率が最も高いんですね。またまた左リールの停止位置によっては中リールで10枚役を取りこぼしてしまうことも多々ございますので、所定の箇所を狙って、小役を、無駄なく漏れなく完全脱出することが得策だろうとされました。ちなみに小役補正システムを司る、サマイスカウンターの原産地、これがですね、これもニューパルサーと一緒か、設定1から4、設定5、設定6とでそれぞれ異なるため、まあ、所定の手順を踏めば1回のビッグでおおよそ、設定5以上か否かを、判別することができました。一方ビッグ中についてもね、払い出しの形態や各公約の確率、もうニューパルサーともうほぼ同じなんで、まあ、リプレイ外し、駆使すれば相当に獲得枚数の上乗せが期待できたんですけども、肝心のね、手順の作成、これはねだいぶ難航しました。テーブル式リール制御ならではのトラップが仕掛けられていたとか。その通りでございます。当初ね、ニューパルサーの手順をまんまね流用しちゃったんですね、中押しなんですけども、そうすると、ね、ご覧の通りね、あろうことがね、獲得枚数上乗せするどころか逆に適当に打つよりも少なくなってしまうという、全くもって本末転倒な、結果となってしまったんですね。で、これね比べてみれば分かると思うんですけど、10枚役の出現率が、適当に打つよりも、明らかにダウンしております、変則打ちをすることでリール制御のトラップにより、取りこぼしが発生しているということがこれで明白になりましたね。まあ、そこで、まあ、制御解析したりとか、まあ、実践でいろいろ試行錯誤を繰り返して、編み出されたの最適手順が、右押し下段亀狙いですね。左リールでボーナスインを外す際は、シビアなビタ押しが要求されるなど難易度は極めて高めでしたが、平均およそ21枚強ですか、21枚ちょっとか、プラスと、まあ、必要にして十二分な効果が、期待できました。まあね、当時はこんな難しいし面倒くせえしってね、やってた人はほんの一握りでしたね。はい、ありがとうございました。そんなわけで今回の俺たちの4号機は1994年暮れにリリースされたヤマサの4号機第2弾ダイバーズ WX をお届けしました。今回も最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ですね、皆さんの、ダイバーズ WX に関する、当時の思い出エピソード、こんな出目が好きでしたなどなどございましたら、どんどん、コメント欄の方に書き込みよろしくお願いします。それでは次回の、俺たちの4号機もお楽しみに。さようなら。パチパカ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。